1>, 1時半までに行かないとちゃんと予定通りに来なきゃダメですっていうねあの来てるから撮影のお知らせでちょっと行ってきますわはいモデルあるんでよちょっとやってきますまあこれはねイベント出て特典でついてくるやつだからみんなありがとうねモデルやってきます1時半からね夕方の6時まで はい、4時間半の縛りでね、やっていきます。交通費はもらえません。じゃあいきます。<coughs> おはようございます。フワッチニュースキャスターの大森です。この放送枠は、昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、 知っていこうという枠です。昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見ていってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントをやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、 間違っているよとコメントつかたがいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので。ではやっていきます。フワッチ大炎上ニュースです。はい、ってことで、ちょっと待ってくださいね。ダ、う、メ、ん 大パッドで、えー、今日は社会的ニュースを初めにやるんですけど、時間がないので調べてません。なので、えー、もう、ちょあの、炎上ニュースからやりたいと思います。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。はい。でね、皆さん、まあ、こんなこと時間がないんですけど、 あの、よければ、無料アイテムください。イベント中なので。はい。一時、前には放送終わっちゃうので、よければ、ください。お願いします。じゃあ、まず一つ目のニュースから。えっとですね。ちょっと待ってくださいね。メモ書きを見るので。まず一つ目のニュース。えっとですね。あ なんとですね、とある配信者が全国テレビでニュースになりましたその方の名前はいわっちさんですおめでとう、まあ、おめでとうではないんですけどなんとフジテレビ系の、えー、テレビに昨日岩っちさんがテレビの取材を受けたということになりました で岩地さんで誰っていう方のために説明すると、まあ、僕この前ね取り上げたんですけど、あのー、財布と携帯を盗まれた人ですはいでなんとねそれの時にネット放送しててリアルタイムでそれが中継されてたのかなあじゃあ動画を撮ってたのか、はい、その犯人組の動画の,そのやり取りなどがあの公開されたとそれが全国テレビニュースになりましたはい これですねこんな感じでいわっちさんです生配信中のスマホ盗まれる犯人の会話筒抜け顔も。 盗まれた日にコンビニで2万くらいは利用,き利利用履歴があったと。あのね、まあ、財布も盗まれて、携帯も盗まれたんだよ。で、犯人の会話を聞いてると、クレジットカードかデビットカードをあのコンビニでアイコスで買ってみたと。そしたら買えましたっていうやりとりがありました、はい。多分その時に2万くらい使われたっていうことだと思います。 で、えー、これが、イワチさんという配信者ですね。えっ、ー、と、イワチさんの、これか。<laughs> はい。あ、この方は何も悪くないですからね。被害者。被害に遭った方ですよ。イワチ。うん。でね、あの、テレビにもなってましたけれど。 あの犯人の顔もバッチリ映っていたと。まあ、これは隠れてますけど、これ生々しいやりとりがあったと。で、岩っさんのことをマグロって呼んでたと。だからそういう組織みたいな集団があるんですよ。はい、マグロ一人、あの財布と携帯取りましたっていうね、なんかボスみたいな人に連絡して友達か。で、なんか山分けをしてるというシーンが、あの、全国、ね、テレビニュースに流されてました。 えー、このカードを出してこう使えましたとか、携帯取ってきましたとか、そういう話をしてましたね。で一応、顔でモザイクはかかってるんですけど、もうね、岩っちさんの,あの動画の部分でもう撮られていて、2人 <laughs> が犯人ですね。岩っちさんの放送にて。こいつらが悪いやつらです。捕まってないらしいです、まだ。 ええー、これがバッチリ映ってたと、犯人が。皆さん、この顔を見たら、ピンと来た方はね、通報してください。岩地さんのね、財布とね、携帯を盗んだやからなんで。ええー、ひでままじゃないです。いや、捕まってない。配信中だったってことそうだね、録画が残っていることは配信中だったのかな、これは。うーん。 いやちょっとそれちょっとねなんか眠ってて配信やってて眠ってて携帯が股間の方にねあの追いかぶせるんでだから真っ黒になるんだ、ね、画面がで急にその財布を盗んでるシーンがあの初めね映っててその後に、ね、携帯が倒れるんだよちなみに盗まれる瞬間がこれですねはい マグロ酔い潰れて寝込んでいる人から、えー、財布などを盗む行為とみられると、はい、この財布今盗もうとしてる手があるこれこれ岩っちさんの手じゃないですで財布盗んだんだけれど多分寝てるからまだ余裕で盗めると思ったんだろうね携帯もよく出てね盗んじゃったはいこの状態で配信してたのでそのまま携帯を持っていかれたで前代未聞の ね、犯罪者の巣窟に撮影ができたという。一番リアルを伝えた男なんだよ、ね。社会の裏を。あの、なんかさ、盗みってさ、個人的に盗んでやるイメージがあるじゃん。でも組織化されてるんで、実は。っていうのが、今回のニュースでし分かったね。はい。ホテルの番号までバッチリ写ってたと。 ねえ、すごいよね。で、えー、まぁ、あ、岩っちさんが、まあ、テレビのニュースになったということですね。あちなみに、あの、運営さん、はい、ふわっちもデビューしてます。運営さん、フジテレビのテレビ番組で、アカウントはちょっとモザイクかかってるけど、えー、がっつりと、えー、ふわっちのね、あの、生配信の背景画像映ってました。 ワッチという名前は出てなかったですけど全国テレビニュースですよはーいおめでとうございます岩っちさんのねあの放送枠のコメント一応見てみるかどんなうん書いた人これねみんなテレビに出てますよ、ね、え帰らないで、えー、どんぐりあげてる二人とかねええー テレビに出てるんでね。ってことです。まあそんな感じで岩地さん、えー、全国テレビニュースになりました。はい、もし全部、その動画があるんで見たい方はね、あのツイッターの方で流れてるんで、クロスの方で。見たい方は見てください、そっちを。はい、ってことです。うーん。 クロスあの今ツイッターのことをクロスって呼んでるんだよ。うん。だから、あれはもうツイッターじゃないんだよ。クロスだから。で、ツイートって言わないからね。ポストって言うから。ね、もうだから、言い方が変わるんだよ。はい、あ。X じゃないよ。クロスだよ。うん。いや、X。いや、クロスだろ。クロスだよ。 いや、X じゃないよ。バカだ、クロスだよ、これ。いや、クロスだね。うん。X は違いよ。X ビデオと間違ってんじゃないクロスだから。どっちでもいいよ、もう。セックスじゃないよ。昼間から何言わすんだよ。ちょ、ちょっと分かった。その、時間ちょっとないけど、最低もう調べるわ。Twitter の、 名前をえーっとちょっと見てみますあすいません見ようと思ったんですけどちょっと出てこないっすね多分クロスだと思うけど。 はい、X もうでいいですじゃあもうクロスじゃないのクロスでしょ、X、なのこれ、ね。 ほんとだ X って書いてるわすいませんご情報でしたすいません X って書いてますすいません X ですクロスだと思ってたまあそんなことはどうでもよくてね 次のニュース行きます。もう時間ないんでね。サクサクやります。もうすいません。もう俺はね、40分で炎上ニュース終わるつもりだから。でそっからアイテムをもらう放送するつもりだから。えサクサク行くよ。じゃ次、次。次がね、あ、なんとですね、これはびっくりしたんですけど、昨日、藤沢七ちゃん効果で、いろんな配信者の閲覧が爆上げ。 はい、各方面の、えー、配信者たちが平均閲覧1000人を超えたとすごかったです昨日ねあきこママのお店で藤沢奈々ちゃんが1日店長をやりましたでこぞっといろんな配信者たちが奈々ちゃんのためにねシャンパンとか入れに行きました、はい、見てください もう上からカヤクタルさんが閲覧多かったね5,000人ぐらいいてで駒井くんとまあ、ゆちゃん明子ママええー、さらにねまだ続くんで下にはい、まあ、特会引っかいで閲覧変動していくんだけど部長山田1,000人と、まあ、小町くんとかきこママでママとかねもう1,000人行ってたりとかして。 だからもう本当にナナちゃん効果でほとんどの配信者たちのえ閲覧が1000人超えしたと。とんでもないもう悪い言い方悪いけどもうとんでもないもう売名ツールになるっていうかえ閲覧底上げあの能力がある本当に。だからもうみんなねこれからもナナちゃんの運うんこを。うん。奈々ちゃんしか勝たんよはっきり言うけど。と <coughs> いうことです。 ちなみに昨日暴行事件があったらしいですね。はい。秀でママが、え、へ平へさんという方の顔面を殴ったらしいです。まあ殴ったというかビンタみたいな感じだったらしいんだけれど、そこら辺はちょっとね、リスナーさん次第ですね。殴ったのかビンタなのか。えー、どれだっけ平平さんの画像。<laughs> ちょっと待ってね。平平さん。 あれ、ヘイ,ヘイの画像がないな。ま、あいっか。なしで。で、一応唇を切ったらしい。うん。で、血が出たってことで、秀でマが炎上しました。で、なんでそういうふうになったのかっていうと、ヘイ,ヘイさんの話を聞くといきなり立ったらしい。だから理由も何もないです。はい。で、その後、えー、なんていうんだ、ひでりん。 ヒデママは警察に事情聴取を受けたということで今話がなっているってことですね。はい、捕まったかどうか分かりません。えー、事件、まあ、刑事さんが来て事件検証みたいな,なんか流れになったのそれはちょっと知らないけど。あキスをしようとして拒否したからあんた何よ何様だよパチンってやったってこと <laughs> はい あんた何様よっつってあきこママの店配信いるんだまあ平平次第じゃない、えー、みんなはねなんか捕まえろっていうようなコメントがあったけどまあねちょっとそこら辺はまあ平平次第なんでね秋子あきこ秀マ,マを捕まえたいって方は平平さんを説得してくださいで、えーまあ、その話を置いといて 結果ね藤沢奈々ちゃんの、えー、秋マのお店の売り上げ、はい、なんとですね、まあ、いろんな配信者といろんなリスナーさんが来ました01さんはなんと50万のシャンパンを入れたと、えー、すごいねおい,い一撃ね50万のシャンパンを入れたと、はい、でえ被害た時受理されたあそうなの で結果そういうのもあっていろんな人たちの入りがあってなんと <coughs> 360万円の売り上げを上げたということですまあ飛んで600円なんですけどえー、すごくない ?360 万飛んで600円ですで給料が170万ということであのお金を見せて 一日だよ。あのー、リスナーさんが調べてたけど、ツイッターでね、時給17万らしい。いや、すごくないサラリーマンの給料の年収じゃない言い過ぎか、それは。いや、年収だよな。いや、半年か。うん。半年ぐらいまあ、50万計算でいくと。いや、それ言い過ぎか。ごめんなさい。半年ぐらいか。 年収少なすぎやろ。あごめん、サラリーマン低く見積もりました。でも、俺が建築でやってた仕事、手取りがね、18万か20万なんだよ。だから、その優に超えてるね、俺の年収は。うん。すごいよ、だから。やっぱね、人気者になるとか、知名度上げるっていうのは、お金はついてくるもんなんですよ。で、奈々ちゃんはね、 お金目的で配信をやってるっていうイメージじゃないからね。リスナーさんを楽しませようっていうことから入ってるからお金がついてくるんですよ。ええー。だから人気者イコールお金は稼げるんで、まずリスナーさんの心を溶かしてってね。ね。あの、笑いをね、作って、ね。お金を稼ぎましょう、これ。はーい。 金だろいやそれはねあのやっぱ配信やって人気になってくるとお金の考えもしちゃうよ俺だってね、えー、でも初めは誰だって下積み時代はリスナーさんを楽しませようっていうことから始まってるから、えー、だから皆さんね応援よろしくお願いします俺のこと是非とも。 これから金、だから俺が言いたいのは金から入る配信者は金なんて儲からないよってことでねえ、やっぱり楽しませてあ投げたいなって思わせたもん勝ちだと思ってます。はい。そういうことで藤沢奈々ちゃん170万、まあ正確に売り上げ370万、飛んでな600円。で、 ねあのー、給料が170万ということですね。ってことです。はい、じゃあ次いきますね。うんえー、次がね、ああのー、これちょっとね、正直あんま調べてなかったんで、よくわからなかったんですけど、なんか、アイランのリスナーさんが自殺したらしいです。 あやかちゃんっていう方いるんですけど、この方有名なリスナーさんっていうか見たことあるんだけど、アイラリスナーが自殺したあるやつに叩かれて最後までいたのにご冥福をお祈りいたしますと、いう風に書いてます。誰のことかはちょっとわかんないです、正直。でもアイラリスナーさんが自殺したらしいですね。あるやつに叩かれて。そのあるやつっていうのもわかりません。はい。ただ言えることは、俺がね、言いたいことはね、誹謗中傷やめてもう リスナーさんはもう一人の人間です。ええー。言葉だからって言ってね、あの暴言吐いたりね、人を誹謗中傷するのはね、人を殺すね、狂気になるんで、やめてくださいお願いします、豚とかね、ほんと死にたくなるんで。お願いします、本当に。ちーちゃんなのいや、わからん。これ、アイラに聞いて。うん。あ 一応、アイラに電話してみるか。俺は最近、アイラの LINE ゲットしたんだよ。そうだ、そうだ。アイラに聞いてみるか。出るかわからんけど。で、誰が誹謗中傷したのかも聞きたいし。うん。あった。まあ、でも出てくれないかな、電話は。 あ、出てくれた。あ、はいはい、お久しぶりです、あゆらさん。はい、あ、すみません、今放送中なんです、大、大丈夫ですか。あ、どうもどうも、はい。あ、すみません、あのー。ごめんなさいね、僕ちょっと気になる、つい、ツイートを見つけて。はい、あのー、ちょっと電話したんですけど。なんかね、あやかちゃんってわかります。んあの、リスナーさんじゃ。ちょっとわかんない。わかんないですか。なんか。 ああ彩香ちゃん。彩香ちゃんっていう。で、ツイートを見たら、アイラリスナーが自殺したと。あるやつに叩かれて、最近までいたのに、ご冥福をお祈りいたしますって書いてて。そうですね。これ、誰のことなのかなと思って、その、あ,あの、9月29日に、はい、僕も最近知ったんですけど、はい、連絡取れなくて、はいうん、まあ、あの、もともと、 ちょっと1年間ぐらい配信してなかった時期にずっと一緒に、まあ、ゲームとかやってるゲームフレンドみたいなと、うん、リスナーなんですけどまあ未知って子ですね未知、はい、一応生活保護なんですよ未知はあはいで1年前に俺が配信休む前ぐらいの時に、うん、不正時給だろうみたいな感じは結構俺詰めてたんですよ、その子のことあか、うんあいでか<も> で休みに入って俺が、うん、そこから1年休んでる間に、うん、なんか区役所との会話の録音を全部が取ってきて、うん、そしたら完全に白だったんですよねだから風俗で働だたらだからだからだ多分疑ってたんですけどその時は停止させて風俗で働いてたってこう区役所の人がそのまま言ってる録音を俺にくれたんですよ。 なのであ白だったねってなってあなるほどねええでそっからゲームとかいろいろやるようになってあそっから仲良くなったってことですねじゃあまあもともと仲良かったんですけどあなるほどなるほど、うん、ちょっといじりみたいな感じで言ってたから定時給だろみたいなそして放送外でもなんか、うん、絶対違うみたいに言い張るから、うん、なんかそし照明みたいな感じで役やくしちたの、うんで 絶対白だっってなったんですけどそして僕今回復活してから「相澤の件」とかやったじゃないですか。あ,ありましたね。はい、でその時に「あいらは相澤の件よりも、うん、自分のリスナーの不正受給の件、うん、どうすんだよ」って言ったやつがいるんですよ<あ>まず。で俺は「白」だって分かってるし。うん なんて言うんてうう、だろ逆にだから白だと思う説明しても <laughs>、うん、まあ証明しろとかどうこうだとかまあ、えー、だからその道にもブロックしても放送見なくていいからって言ったんですけど結構しつこくやってて、はい、そ,その人は配信者なんですか一応配信したんですけど、はい、もうよあの配信者4人ぐらいにターゲットにされたんで道が。 それ一応お名前とか聞いてもいいですかえあ,あその4人ええまあいもう一応えとマイマイと名古屋のキングとヤスピロとコウジですねわあマジか知ってるやついるんだけどはい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 で、まあ、一番詰めてたのはヤスピロとコウジお<ー>で名古屋に話持っていっ,ったのはヤスピロっすねあなるほど巻き込んでいったんですね らピロと浩二の枠に上がってあいつは白だって、うん、あの間違いないからって言ったんだけど、うん、まあねちねち,ねち,ねち自枠で取ってってで妹さんなんか僕があの妹さんが連絡来ましてあその方のはいの姉が亡くなりましたってきて確かだねそれは妹さんからってことは。 妹にそのとりあえず妹さんに、うんあのー、僕の遺産さ全部録画撮ってるんでマジかそうですねその4人の録画とりあえず送っといた感じって形ですあだからその流れでな自殺だったってことなんですね自殺です飛び降りですでずっと俺に言ったのは生活保護を受けることは悪いことって なのっって言ってましただから<ー>いやほら白なんだが悪くないからってちゃんとそこら辺はねケアしてたけれどはいきつかったんだろうねこれみちちゃんいや相当病んでましたねそれはだみあのブロックして見るなって言ってもやっぱり気になって見ちゃう確かにねえちなみにマイマイっていうのいっぱいいてどのマイマイなのあの何か形前にマークついてるマイマイですね ああ、わかんないな。おんねん。名古屋のキングの枠に、あ、そうですね、女性です。あ、女性なんだ。名古屋の枠によく上がってる子ですね。あ、そうなんですね。なんかすいません、なんかアイラさんもちょっとじゃあちょっとね、こうリスナーさんのやつできついと思うのに質問しちゃって、すいません。いや、全然すいません、そういうことであ、わかりました。はい、すいません、なんか忙しい中。あ、全然、全然大丈夫です。お願いします、はい、すいません、申し訳ないです。<あ>ってことです。うわあ、マジか。 えー、ヤスぽん、マイマイ、名古屋の金、あと一人は誰だっけヤスぽんともう一人、あ、コウジだ、が詰めてたと。で、巻き込んでやってたっていう話らしいけど。生活保護のことについてね、詰めてたらしいね。うーん、アスピロか。あ、ごめん、ヤぽんはまた違うヤスぽんだ、すみません。 はいまあ徐々にわかんないけどヤスピロさんと浩ジとマイわマイかんないキングは知ってる、はいまあ、多分キングは結構そっち系の話題をあの扱ってるから来て話題にしたって感じなんかな分からんけどいやでもやっぱ配信者がこぞってよ4人でね攻められたらやっぱねリスナーさんもきつくなりますからね、えー、だから配信者も自覚持ってね やってくださいも、もう本当に。はい。で、見つけたら、聞いてあげてください。安ろさん、孝二さん、まいさん、名古屋にキングにね。なんで追い込んだんだと。えまあ、そういうことで、ちょっと時間ないんで、まあ、とりあえず、彩香さん、ご冥福をお祈りいたします。あの、み、みちちゃん、みちちゃんっていうね、アイラリスナーさん、本当に。ってことです。誹謗中傷を見つけたら、それ通報で、うん。 お願いしますはいじゃあ次きますアイテム来てたアイテムありがとうえ次が、えー、あえっとですね「松平健さんが永久版の日なのか?」というタイトルでやろうと思ったんですけど皆さん ゲンさん安心してくださいえー、今日 A 版の日って言われていたんですがはいあの放送してました A 版じゃないですよかったえー、俺ゲンさん A 版になってほしいなんて思ってないからねえー、ならなくてよかったです有料アイテムのコメント読んでないすいませんちょっとな流しちゃったもう一回書いてほしいもう一回いいですかアイテムじゃあ すいませんあパルちゃんのバカこの方が投げたのかなオリーブさんごめんなさいええー、すいませんええー、申し訳ないですあオリーブちゃんだありがとうオリーブちゃんはい電話しろもう時間ないに電話できないすいませんもう一時には一時前には絶対出なきゃいけないから間に合わないからね、えー、ちょっとそういうことでゲンさん A 版じゃなかったとということです、はい、じゃあ次いきます、えー、次がえっとですねあ小ネタなんですけどこういうの助かりますえー、あのこんなやつが来ましたパレパレさんおはようございますいつも楽しい配信をありがとうございます今朝ワンワンの枠を見たら きゅうりで窒息していたので写真をお送りしますと。さすがに美容に気をつけてるワンワンですね。それではパルパルさんもお体に気をつけてと。えー、なんだこの DM はと思うじゃん。で画像を見てみるとこんな画像が送られてきました。はい、こう面白かったん、ね、でちょっとこの,このネタに挟んでおきます。不眠症だからきゅうりパックしてると。 キュウリで窒息しかけてるということで、はい。もしワンワンがね、こういうことやってたら、ちょっと口開けた方がいいよとか言ってあげてください。えー、意味あるのか意味あるんじゃないわからんけど。えつらんなら、え <laughs> つな,な確かに閲覧らなんだこれ。でも、1時間42分か。寝てるんじゃないこれじゃんはい。ってことですね。 いやそういうことで。じゃあ次行きます。え次が、クタルさんがマネージャー復活です。はーい。LINE 来たんですけど、え今後もゼロワンさんの、えー、とこでマネージャーとしてやっていくということになりました。撤回です。今後もやっていきます。お金を受け取ったわけではなく、えー、やるということでね。や、やる、やります。復活しました。 はい、またやめるって言うだらまあストレス溜まってねあとはゼロワンが待てよっていう感じになるんじゃないうーんっていうことですあちなみに昨日ねあの車じゃ車じゃない01から連絡来てさちょっと酔ってたのかなお前俺のこと本当に好きなのかって言われたんだよで俺は言ってやってよ 01! 俺はお前のこと本当に好きだよってえ。で、あの満足そうに電話きき切ったよ。うん、ゼロワン、好きだよ。安心して、ワン、えー、お前が捕まっても、ね、俺は、ね、あの会社を辞めたりしないから。俺は一生お前を脱だと思ってるよ。えー、はい、配信外ね。うん。配信外。 ちですってことですね。はい。ってことです。じゃあ、えー、そういうことで、じゃあ40分なんで、本タイトルいきたいと思います。はい。ちょっと早いんですけど、すいません。今日はもう早めに、パッパパッパやります。えー、とある配信者が解除。はい。なんと、あの配信者が 解除されましたその人の名前はなんとなんだーナイスお願いしますすいません押してってくださいお願いしますいいですか申し訳ないナイスお願いしますはい えーじゃあ、600ナイスで4500人の方お願いします。押せる方お願いします。ポイント剥奪になるの ?1 日ンでしょだからポイント剥奪にならないと思うよ。うん。イベントも剥奪ないと思う。だってイキリストとか太郎くんは行けたからね。だからよっさんはイベント、あ、俺名前言っちゃったわ。うわ、ちょっと待ってくださーい 普通に名前言っちゃいました。うわー、ちょっと。いや、よっさんじゃないです。えー。もういいですわ、もう600ないですわ、もう。その人の名前は、なんと、よっさんです。はい、よっさんが番解除されました。えー。 普通にもうコメントで誘導されて間違ったわ。あの、よっさんって検索かけると出てきます、アカウントが。ちょっと調べてみますね。えっとですね。あ、マルコさんは、ね、なんか逮捕されたっていうね、噂があるよね。それは事実確認取れません。はい。ただ、LINE の既読はついてない。 予算さ調べると一番上にね出てきますね。これです。はい。復活してます。まあ、1日番か5番だったって感じですね。で、これを機にあの分かってほしいのが、予算が番解除されたっていうことは、松平玄さんの A 番はないです。はい。わかります あの予ンの番解除は多分運営がまあ人間の意思として解除したと思うんだよ。その意思がある状態の中で予算解除したわけじゃん。じゃあ松平玄の A 番も多分考えると思うんだよね。で A 番になってないっていうことはえー A 番じゃないっていうことですよ。えー、だから多分今日一日待っても玄さんは A 番になりません。はい。 ってことですえロビンさんがマルコさん捕まってるって言ってるあ、マジでいや聞きたいけどね。あ、マルコさん、ロビンソンさんが逮捕確定って言ってるマジえぇ、ー、ちょっとキムキムさんにかけてみるか。逮捕かどうか。で、皆さんもう放送終わりです。えー よかったらですね、あの、イベントアイテムください。ナイスもいいですかあれキムキムさんラインどれだっけこれ。俺か。出るかなあ、無理アイテもありやんす。 なんでもちょっとモデルの撮影があって、もう時間が1時半からなんだよ。押してます。本当は今日やらんとこうかなと思ったけど、撮影の時間をずらしてもらって1時半に。だから今ね、あのー、なんていうんだ、できてるっていう状態。じゃっ出ないですね。え、ね、キムキムさんに送っとくか。うん。マルコさん、逮捕され。 の送っとくわロビンロビちゃんにも送るかロビンソンさんにもちキーとこえっと といことですね、はい。ということで、まあ、とりあえず、まあ、とある配信者の番会場が、えー、よっさんということですね。はい。まあ、でも、一番俺、今回のニュースで衝撃だったのが、やっぱ、アイランのリスナーさんが自殺したってことね。やっぱね、なんて言うんだろう、もう妹さんから来てるわけだから、もう確定でいいと思うんだよね。うん。これは一番俺は衝撃的だったね。 一応、キムキムさんから、らしいって聞いてる、うん。ありがとうございますと。うん、対応されてますね、じゃ、まあ。一応、マルコさんの LINE つかないんで、いつものつくつくんだよね、マルコさんからは。うん、マルコさん、麻ージンできますかね昨日ね。 マジでできます、あまあ、昨日の深夜一につかないから逮捕されてますこれマジで噂タクシーでったって話らしいけどええー、ちょ出ないですねすぐ出てくるいやぶん殴ってるからどうなるんだろうね示談とかすんじゃないおお金で解決だよお前金あるしってことですよ ね、じゃあちょっとほんあのタイトルねやったんですけど、まあ、とりあえず炎上ニュースまとめますはい「フワッチ大炎上ニュースまとめ!えー」え危なくってない髪の毛引っ張っただっけちょっと分かんないけどうんリアルで見てないからね、えー、とある配信者長のまとめをしますええー 今日の起きた事件をね、まとめの前にナイスお願いします。すいません。お願いします。ナイスお願いします。すいません。相変わらず、ね、出ません、俺。運営さん。どうもね、もう、い、いつ解除してくれるんですか 僕いませんおすすめに。解除してください本当に。なんで相沢さんができて俺はないんだよこれ。おすすめいないんだよ。おすすめいないのこの閲覧スだからね。やっぱニュースはすごいよ。おすすめにしたくないらしいね。うん あ、ね、いやでもあのアイラの話を聞くと安ピロと康二ってやつが悪いらしいけどねその人たち知らないんだけどうんでその後に多分長尾の金グが首突っ込んだんだろうね大体いい予測ができるでマイマイってさわかんないけどカタツムリのやつ、うん、まあ死を追い込むまでねとことんやるとね本当に死んじゃうんでえ皆さんも距離感を大事にしてくださいえあの 配信者だけじゃないですよ。リスナーさんの言葉でどれだけ配信者が悲しむかっていうのも考えてほしい、えー。僕はもういつもね、あの、綱渡りで言葉をね、いろいろ言われますけど、ちょっと右や左にぐらぐら揺らいでね、死にたくなります。えー、お願いします。おすすめにいたほんとおすすめにいるいないけどね、おすすめに。 どこにおすすめにいるのいないよ。どこにおす、これ、これは違うでしょ。クマじゃん、ただの。きんクマさん。俺じゃないよ、これ。リスナーさん。送ってこないで。どれをいなくない、おすすめに。下の方見てるけど。 全然いないよ。下の方にいるのちょっと下にいる。<え>運営さん <coughs> 嫌いすぎでしょ、俺のこと。いやいやおすすめにしてくださいよ、そこは。めちゃめちゃ下にいるって。勘弁してくださいよ、運営さん俺んう 配信でもうね昼だけだけど盛り上げてるつもりですよ、これ。昼だけおすすめ載せてくださいよ。いつも女のね、あの、があのおすすめ載せてるくせに、今回は載せなくて。腹が、腹、腹正しいよ。はい。AI だよ。あ、そういうことか。 ま、そういうことで、ちょっとね、あの、ナイス、700ナイスいいですかちょっと時間の8分では無理だから600ナイスで。すいません、押してってください。もう600でいいです、もう。60人の方いいですか今日の放送面白かった方って方。えー、いいですか やくさんの株上がることはいいことだと思うよ、俺は。うん。俺は、ファミリーだと思ってるから、ね。その、ゼロワンやマリオくんやくさんの好感度が上がって、嫉妬することはありませんええー。上がってほしい、どんどん、どんどん。ええー。おすすめは履歴ばっかだよ。あ、ざわさんいらっしゃいパレさん、私、ね、いや、そんなことできないぞ、いざわさんええー。 もう昨日からやめましたからもうそんなやめてください相沢さん本当にありがとうねでも相沢さん嫌いな人ナイス押してくださいって言ったらすごい押してもらえるんですで相沢さん自身もやったらいいと思ういけるんで魔法の言葉やってたらもう相沢ありきって言われちゃうからしたくないんでよ ね。だからもう最終まあ、最終手段でこれ。やりすぎるともうね、ちょっと効力なくなるかないざっていう時だね、もう。もう、何でもいいって開き直った時。えー、このゴムアザラシ風男子め。あ、かわいい。もっとい悪い言い方ができたのにね。アザラシで言ってくれて。えー、気使って悪口ありがとう。いい子だよ、この子は。あ、600ナイスなんでまとめます。はい。 ふわっち大炎上ニュースまとめ、うん、ワンワンキュウリで窒息死しかける、はい、でこれね本当アイラリスナーさんが自殺した模様これアイラさん自身も確認が取れた模様、えー、どうやら、えー、生活保護のかん関してなんか詰められていて配信者にとある配信者に、ね、詰められて自殺したらしいです あえてここは名前を伏せときますけど、えーえー、金梅さん、腹水で、えー、体調不良、はい、えー、昨日ね、藤沢奈々ちゃんの、えー、一日店長、360万円の売り上げを上げると、ゼロワンさん、一撃50万のシャンパンを入れる、はいえー、その、えー、部分で、へいへいえひでままにぶん殴られる。 血が出たらしいです。平平さん、ね。で、松平玄さんが今日 A 番なんじゃないかと言われていますが、まだ A 番じゃないです。はい。で、よっさん、番になったんですけど、<laughs> 今日番解除です。はい。で、ふわっち配信者、いわっちさんが全国ニュースにデビュー。フジテレビ系のオン、オンデマンドだ。んまあ、ちょっとわからんけど。全国ニュース、全国ニュースにデビュー。はい。 被害者とししてね取材受けてました、はい、盗まれちゃってね財布と携帯を火薬 <coughs> たるさん <coughs> マネージャーを続投することになりました昨日マネージャー辞めるって言ったんですけど、えー、その後、えー、続投するというあの発表があったということですはい <coughs> ってことで今回のふわっち大炎上ニュース終わりやり